はいどうもカパ長ですじゃあね、えー、ちょっとざーっとこっち側で今日はなんかね何のどのニュースをお届けしようかな茶化していこうかなってずっと見てたんですけど芸能ネタはなんか全然このさっぱりで、まあ、いわゆるこの炎上自称インフルエンサー的なのも正直、なんかねあの例のママチャリおばさんとかね、うん、あんなのももう,もういいかなって感じなんですよね。 でたまたまなんですけど、この半日クソマスゴミ界隈の話がポツポツと、例えば新聞が売れねえよと、ざまあねえなと、もうなくすべきですよね、いらないですよね、うん、えー、あと15年で実質的に壊滅すると、いやいやいや、15年と言わず、もう秒で終わりにしましょう、いらないんで、うん、とかね、あとこのテレビ、ね、これどっちも朝日ですね、そういえば、ね、新聞は朝日新聞、まあ、朝日新聞だけじゃないですけど、 でこ,のこのテレビの方はなんかテレ朝がまたなんかやらかしたらしいじゃないですか。なんか迷子の親子の顔出し放送とかってこれニュース知ってます、えー、で ?8 日かな、うん、花見会場で迷子の親子について、まあ、なんか放送した件、まあ、いつもの,あのモーニングショーですよね。たまかわとさんですね。 でえー、インタビューした父親から絶対顔を写さないという条件で取材に応じたにもかかわらず顔出しの放送をされたっ指摘を受けて、えーまあ、なんか説明あ、まあ、謝罪はしてないっぽいんですけども相変わらずですね <laughs> しかもしまいにはねこの親子が嘘ついてるとか言い出しちゃって、まあ、どっちが嘘ついてるのか知らないけどさ、ね、とりあえず、うん、なんか1週間以上でしょ 1>, ね、1週間以上も遅れて説明しながら謝罪してるふりをしながら、ね、約束なんかしてないっていうね随分苦しいお家だな相変わらずこのてめ,てめえのことしか考えてないよねこれだから半日くすますゴミは信用も信頼も積み重なってこないんだよね、うん、で、えーまあ、今度イオンシネマか あの車いすインフルエンサーのあの人、最近なんかおとなんかしいのかなと思ったらこの、そうそう、あの人の方からじゃなくて、イオンシネマさんがもうやってらんねえと。<laughs> ね、今までこの暗黙の了解で、ね、なんか前任者方がなんだか、親切な人がたまたま言いな,らもなんかこの味しめて勘違いして、ねえー、なんさばいだわけでしょ、あいつが。だからもうやらねえと。 車椅子持ち上げ対応はもうやらねえと。ああ、しょうがないよね。うん。車椅子は体を持ち上げる対応を断固拒否だって。イオンシネマが。しょうがないんじゃないの以前もやってくれたのに、悲しい涙が出てくるみたいなことを言ってきますかね。まあ、当然こうなりますよね。うん。今まで裏ルール的に対応してもらってた人たちは、 ね、あのインフルエンサーに、まあ、相当おかんむりかもしれないですよねでもこれ続きがあると思うよ、ね、こ若い女性の,この例えばこの車椅子の人がね、うんまあ、インフルエンサー自称インフルエンサー車椅子の人が来るじゃないですかでまあなんかこの男性の店員が、まあ、手とか肩をこの触ったと、まあ、補助するときにねでこの車椅子女子が触られました ハラスメントみたいな。多分そういう騒ぎがもう一発来ますよ。おそらく。もうそんな未来しか見えないかな、ね。この手の炎上系って大体このパターン決まってるじゃないですか。うん。た多分次のステージはこれじゃないですかね。うん。まあとにかくもうね、結局。 そうね、この実際に車椅子側の,、ね、この人の立場に立って考えたら、まあ、やっぱり事前に連絡入れるのはもう当然じゃないですかね,ね突然出かけてって、ね、対応しろよ、ほらあれはどう考えてもおかしいよねだからできる範囲でしょお互いにお互いにやっぱりこの可能な範囲、ね、必ずしもだって忙しいのにこのスタッフを呼び集めるそんなことする必要もないし ね、車椅子ごと、ね、女性を、ね、何人かで持ち上げるなんてそんなことしなきゃならないなんて言われてもはって話じゃないですかしかもこの法律うんんってことを言ったらね、えー、だって合理的に無理のない範囲でってあるわけでしょっていうのはそういうことじゃないですかだからスタッフの方もねこれから断りやすくなるんじゃないですかね,、うん、ねだって万が一そもそもこの車椅子ごと、ね、人を担いで移動させるっていう うん、そういうことを想定してないって言ってたじゃん。なんか、そのなんかケアとかなんか、あの界隈のね、このプロも専門家の人はなんか言ってましたよね。ね、万が一事故起きたら、責任問題にもなれますからね。ね、頼んでやらせといて、ね、万が一なんか手滑ったとかさ、思いのほか重くて、重い、痛い,い、痛い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 ,い,たい,い,たいみたいなことになったらさ、ね、それ手離すよね。危ねえし。で、このなんか落下したと。 ね、怪我をしたと、うんた。そっちは大して痛くもねえのになんか。首ひねって腰痛めたみたいな。シェディディベイシーキーイーとかって始まるぜってって。うん、だそれも込みで、ね、この絡んでる、うん。そこまで疑うよ、うんね。そもそもは人として世話になったらありがとう。迷惑かけたらごめんなさい。ね、別に車椅子に乗ってるとか乗ってないとか関係なく。 うん、人としてそれが普通だと思いますけどそうじゃねっつうんだからやっぱり人として扱うのもなんか違うのかなってそんな,そんなレベルだよねこんなわけのわからん騒がれ方してうんだからまあ例えばどうしてもってなったらまあ別の保険に入るとかっていうのも必要になるし、うん、あとはもう単純に値上げが必要になりますよねうん で、しまいには、このね、特定野党界隈の、確か社民党さんだったかな。イオンシネマ、車椅子問題に。ね、甘えているのは合理的配慮を学ぼうとしない健常者にだって言ってましたよね。もその時はもさすが社民党って思いましたけどね。うん。ね、党幹部としてあれがいるだけあって、まあ JR の事件を必死になんかこの擁護しようとしてたのかな。ね、あれだって事前に連絡してれば何も問題なかったのに。うん。 まあ要は今回のイオンシネマさんはものすごくこの丁寧にこんなことやってらんねえよっていうそういう意思表示ですかねまあ、いいと思いますよ、ね、ジークイオンにしてはいいと思いますよ、うんね、まあ、ワンフレーズにまとめると、ね、関わりたくねえってことですよねさすがにそれだけだと叩かれるから丁寧に説明してたわけでしょうん だって前のこの弊社スタッフがさあ車椅子にお体を持ち上げる対応は控えさせていただきますが座席への移動が難しい場合は車椅子スペースにて車椅子のままご鑑賞いただきますよ重ねてお願い申し上げますってこの部分が理解できる人だけ来りゃいいんだよねうんね明示してるから今後はきっぱりと断れるようになったとんなほんと迷惑インフルエンサーってもうほんと迷惑だよな ということで今回は以上です。